あ、でも武器あるんだ。武器はちょっといくか。めちゃめちゃなんか強そうなのあるじゃん。いいね、防具ちょっと買おうペコか。このクズでも一応防具がないと死んじゃうペコでしょ。あ、待って、こいつ伝説の勇者なんだ。これはこれはお安くしますよ。は？え？え？そっか、君社会奉仕の心とかってないんだ。いや、まあ勇者ってさ、ほら一種の慈善活動なわけでさ、まあ結構かかるんだよね、運営費とか。まあ勇者っていう公益性の高い職業に身を投じてるこの僕と比べるとさ、ちょっと人としての器があれじゃないのかな。魔王を倒すには武器や防具が必要ペコだし、アイテムだって揃えるのはバカにならない。それをどうなのかな、このお店は伝説の勇者に無料で提供するってことをしないのかな。自己の利潤最大化をばかり追求して社会のために資産をビタ一文提供しない吝嗇家なのかな君は。そっかそっか、このまま魔王をのさばらせておけば、行く行くは君の大事な家族や親友にまで機会が及ぶんですけどね。フォロライブもさ、かかるんだよね、運営費。アイドルって大変なんだよね。まあこのままさ、なんだろうな、配信のやつとかをね、無理になっちゃうと、まあゆくゆくは君たちのね楽しみとかがまあ減っちゃうかもしれないんだよね。その程度の長期的視点を持てやめて、嘘ペコだから、嘘嘘ペコアラはさ、アイドルが人間のクズだったとこじゃないから任せな、ペコアラクズじゃないから。シンクロ率 100% 超えました、違います。あ、もう違う、そうそうそう、その程度の長期的視点も持てないんで商売は成り立つんですか。そんななら僕も武器防具屋に転職しようかな。まあその程度の長期的な応援も持てない、まあ推しなら、そんなならペコラも誰かの推しになろうかな。配信者やめて。こういうことだよな、これで勘弁してください。そうだよね、ごめんねペコちゃん。やば、こいつが言ってるってことってこういうことでしょ、相当やばい。あ、ごめんね、嘘だから、嘘ペコだから、ペコアラはこんなクズと一緒にしないで、みんな大丈夫、嘘だからやめてください。嘘ですよ、ごめんなさい、調子乗りましたと、ちょっと悪乗りしちゃったね、ごめんペコな、ごめんごめん。いや、ペコアラがもしクズだったらこうなってたよっていうのを今ちょっと体現してみたの。まあもし装備を調達できなかったことが原因で僕が魔王に敗れ去ったのなら、きっと君は一生後悔の念に苛まれるだろうね。まあもしやめるか、さすがにここはいいや、もうさすがにくどくなっちまうペコだから。ごめんなさい、いや嘘だからごめんね、嘘ペコだよ。いやもう何があってもみんなが見てくれるだけでペコアラはね毎日配信できるペコだから、嘘ペコですよと。わかりました、お題はいりません、どうぞ好きな装備をお持ち帰りください。もうあんたたち状態じゃん、ごめんなさい、お願いしますって。あ、みんなほんとごめん、申し訳ないな、なんかまさかみんながこんな応援してスパチャをくれるなんて、あ、もうごめんね、なんか嘘嘘だから、いや申し訳ないな、そんなつもりで言ったつもりもなかったんだけど、いやでもみんな素晴らしい、偽善かな、あ、違う、事前かな。じゃあ早速ね、この店で一番高い武具と装備用と転売用にあまねく転売屋じゃねえかよこいつ、転売用にあまねくいただいていこうかな。やばい、こいつ転売、そんなひどすぎる、クズじゃねえかこいつマジで、転売屋なんて許せないよこいつ、勇者のくせに転売でも金儲けしようとしてんじゃん、知るか、はいをよこせ。てかお前100万 G は何で使う気なんだろう。
する気じゃん。サンキュー、ユーアーベルカム。ベコのもこれからサンキュースーパーチャットサンキュー、ユーアーベルカム使ってこうかな、こいつの。あ、こいつなんかあれだな、言葉使いがちょっと面白いってことだな。こいつやばいな、もう一度言ってみよう。潰れた、やだ、嘘でしょ。提出号により臨時休業とさせていただきます。潰れちゃったよ、やめて。あなたたちは潰れてほしくない。ノウサギたちよ、ペコーラはあなたたちが潰れてほしくないから、もうやめて。聞くだけでいいから、ペコーラの話を見てくれるだけでいいから。へへ、ざまねえな。もうこのさ、伝説の勇者だけで国滅ぼせるぞ。やめて、あなたたちが潰れてほしくない。